すごい急に言ったのに皆さんありがとうございます。なんか今日黒い服着てるからかめちゃくちゃ白飛びしててやばいどうもです、メガネだよん。なんか打とうかなテロップ。ソロ配信え、タワー早っ、ありがとうございます。マリナちゃんありがとう。クマね、白飛びやばいけどなんかもうどうしたらいいか分かんないくていっかみたいな感じです。なんかまあ特に何を話そうって決めてるわけではないんですけど、まあ7月最後だし、この間もぎさんと2人での配信はやったんですけど、1人で喋るのは久しぶりなので話そうと思って始めました。そう、青いんですこのメガネ、ブルーライトカットかなんかだから光を通すとね青い光になっちゃうの。めっちゃおひさ、そう今日はネモーステレビの収録してました。皆さんにもお昼にアンケートに協力してもらったんですけど、まあ、だからなんとなくこういう企画なのかなみたいなのはもしかしたら分かってるかもしれないけど、いやめっちゃ難しかった今日、ずっとパニックでした、難しすぎて。アンケート送ってよだってありがとうございます。なんか結構30分ぐらいしかできなかったのに2500件ぐらい投票が来たらしくてすごすぎと思って嬉しい。アンケートの結果が楽しみですね、どれが何なのかなんとなくもうなんとなく誰のか分かったって言ってる人もいるけど、確かにやっぱ分かるんだね、すごいなみんな。待って、なんて書いてたっけあのアンケート。ああ、もうゆいなもぎも4人が作成した動画サムネイルを載せますってはっきり書いてるのか。だって今まで、まあ、この動画誰が編集しましたとかは言ってるけど、あんまりサムネこれ誰が作りましたって言ってないじゃないですか。まあ基本は編集してる人がサムネも担当するけど、たまに違う時もあったりするので、サムネじゃあねみんな分かんないと思ってた。どれでしょうね、私のは。最近編集も誰か分かるようになってきた。だってすごっ。でも結構ね分かって誰が作ったって分かってみると結構個性とか癖が出てますよね。ものとか特に分かりやすい気がする。やっぱユーナーがなんとなく似てて、モギオンがなんとなく似てる感じかな、編集のテンション。足かゆい。って感じですね。ぐるぐるバットは私がやりました。久しぶりになんか一本やったからすごい時間かかっちゃった。ちょっと重いな。たまにコメントが見えなくなっちゃう。でも動いた。
何の話しようかな。久しぶりなので、この前もなんかコンサートの話しようとか言ってたのにさ、もぎさんと全然関係ない話して終わっちゃった。だってね、5月ぶりとかだと思うので、2ヶ月ぐらい一人での配信できてなかったので、ね、せいちゃん明日誕生日。そうだから、ツイッター見たらせいちゃんも同じ時間ぐらいにショールームやるって言ってたから、なんか申し訳ないなというか、かぶせちゃったって思ったんですけど、ちょっとさすがに0時ぴったりとかまではやらずに、私もせいちゃんの LINE 待機しようと思います。一番目指して。ネモハモルーマーの話はね、実はあれでしたんですよ。ジュグラーの波のなんかスピンオフコンテンツで、オーディっていうアプリで聞けるなんか音声があるんですけど、それで結構10分ぐらい丸々、この前配信したやつは選抜メンバーについて話して、まだ曲解禁されてなかったので、で多分次、まだ更新されてないかな、次更新されるやつで、あ、もうされてたか、話しました。結構あんまり他で話してない話をいっぱいオーディではいつもしてるので、聞いてちょ、なんかレッスンの時の裏話とかいっぱいしてます。あーちゃんとお風呂に入ったって本当？本当です。でもなんか全然わーみたいな感じもなく、普通に入った。なんか湯船が結構大きめだったので、2人して携帯持ち込んで、でもね、なんか私家でまあお風呂入りながら携帯いじるときちゃんとジップロックに入れて昔からやってるんですけど、ジップロックを持っていくのを忘れちゃって、でもなあちゃんがこのままでもいけるよみたいな感じだったから、私もめちゃめちゃタオルにくるみながら恐る恐る携帯いじってたけど、そこまでして携帯をいじる必要があるのかは分からなかったです、私自分で。なあちゃんも別に普通だった。ユーナーズキヨン、そう、まとある撮影でね、4人部屋だったんですよ。なんか昔はもうさ、しょっちゅうメンバーと同じ部屋とか、そうやってなんだ地方行くとか毎月のようにあったけど、今もうなくなっちゃったから本当に久しぶりでした。楽しかった。そう、浴衣の柄もお風呂入る順番もう布団の位置も全部じゃんけんで決めようって言って決めて、なんかそういう時に限って私じゃんけん強いんですよ。それどうでもいい時だけ。あれ浴衣はすぐね、確か1番で選べ、あ、浴衣はせーので指さして被った人だけじゃんけんかな。布団の位置とか結構強かったです。なんか私はもう即コンセントが一番近い位置にして携帯をいじりながらゴロゴロしてました。ゆうちゃんお風呂で腹筋してたよ。お風呂でじゃないよ、間違えた。それはすごすぎ。お部屋で腹筋ちゃんとしてた。本当にしてるんだねって言ったもん。そうね、4人でお風呂入れたら楽しかったけど、さすがにそこまで広くはなかったので、私となあちゃんだけ2人で入りました。なんか布団川の字にこう3つと頭側に1人横に布団が敷いてある感じだったかな。私は
もうなんか1日目と2日目の夜で、多分そのお部屋の掃除入ってくれた時に布団の位置が変わってて、1日目はその川の字の端っこで寝たんですけど、2日目はこの上の横になってる一人の方が一番コンセントが近かったので、そこにしました。すごい、みんなめっちゃなんかいろんなことしてるじゃん。でかい雲がいたんです。すごかった、やばかったよ、びっくりした。お風呂順番に入っていって、ズッキー、なーちゃん、私、ゆうちゃんの順番で入ったのかな。2日目は1人ずつちゃんと入ったんですけど、そのゆうちゃんがお風呂入ってる時にギャーみたいな声が聞こえて、何何って言って普通に見に行ったら、もうお風呂の壁の一番端の奥にめっちゃでかいクモいて、もう10センチぐらい、わかんない、もう遠くから見てるからあんまりサイズ感わかんないけど、マジでかくて、もう足長みたいな、ずっとそこにいて、でもゆうちゃん多分お風呂終わりきってなかったから、もう怖がりながら、もう急いで出るとか言って頑張って出てきたんですけど、でも他になんかお風呂、別に窓開けてるわけでもないし、なんか雲がそんなわざわざ入れるような場所があんまないから、え、マジでどこから出てきたんだろうっていう、もう一人目のズッキーの時からずっと同じ場所でお風呂見守ってたかもしれないなって思ったらめっちゃ怖くて、え、ナーメールで送ったの、あれ、うっそ、いいんだすごいな、あなーちゃん、ダメだと思ってた、なんか虫の写真とかてか送るっていう発想がなかったけど、私もあの写真もらってなんか見返しちゃう、たまにでかかったなーってなんかさ、私顔別にさ今回加工入れてないんですけど、なんか変じゃない？顔変な顔してる。岡田先生最高だな。そうで、なんか4人とも入り終わって、ゆうちゃんも出てきた後に1時間ぐらい経って、あの雲どうなったか見に行こうよみたいな、ちょっとなんかちょっかいかけてみるみたいな感じで見に行ったら、なんといなくなってて、雲が本当に細い隙間からなんか通気口みたいなとか出ていったのか、もしかしたら壁のもっと違うところに歩いてってたのかもしれないけど、いなくなってました。怖すぎ、いないって一番怖くない？いたのがいないんだよ、最悪ね。なんかもうめっちゃちゃんと扉閉めた、部屋来たら怖すぎるもん。もう雲とかいうサイズなのかなこれ。いやー、あ、でもなんか今写真見てるけど、なんて言うんだろう、実体はちっちゃい目なんだね。足がめちゃくちゃ長いくてちゃんとしてるんだ。うわ、キモ、やめましょう。え、大きい雲は3秒目を離すだけで5メートルぐらい動きますからね。え、5メートル、やばくない？5センチとかじゃなくて5メートルはやばい、激怖。足高雲、詳しいですね。って感じかな。私の寝顔も送られるということで、送られてるということでいやーね、いやだからなーちゃんが撮る寝顔はね、だいたいえぐいんですけど、そのね、ももちゃんが撮ったやつが本当に目開いてんだよな。別にまあこの写真衣装着てるわけじゃないけど、一応解禁できるようになったら見せますね。
何布団で寝てる私のシャメって、怖い、知らないやつある。布団は知らんぞ。絶対やばいじゃん、寝相とか顔とか。みたいな感じです。もう5000人、あ待って、タワーがいっぱい立ってる。まず上からケンタさん、ケンタさん、明日はせいちゃんの誕生日、ぜひ一言お願いします。さん、タワーありがとうございます。いや、せいちゃんがもう21歳っていうのも感慨深いですよね。20歳あっという間じゃない、せいちゃん。なんかね、もっと、まあコロナ禍じゃなかったらもっとね、一緒にご飯とか行ってお酒一緒に飲んだりとかしたかったですけど、なかなか20歳のね間はできなかったので、落ち着いたらしたいですね。せいちゃんのタンプレ何にしようかなって考えています。なんか欲しがってたものあったら教えて。やっぱでももうアクセサリーとかはせいちゃん自分で作れちゃうから、何がいいんだろう。私はお誕生日にそう色違いの服をくれました。それもさ、握手会とかで着ようって話したけど、もらってからまだ握手会がないっていう。ちょっと先にタワーを読んじゃいますね。つよぴーさん、ありがとうございます。あれ待て待て、なぜこれ以上見れないんだ。こっちで見よう。何かのお酒プレゼントしてみたらどう。おお、おしゃれ。お酒プレゼントっていうのは本当大人って感じする。ちょっと私の方でショールームのギフトを確認しますが、リトライになっちゃった。ね、お、あ、あ、あ、まずい。違う。大丈夫かな？バグってないですか？今こっちもあれだった。ログイン中だったわ。ダメだね。さっきの発言がせいちゃんの配信で伝わりました。マジ早い。なんかファンの方を通しての伝言ゲームとかしたら楽しそう、ショールームで。すぐ伝わりそう。メンバーとファンの人で、例えばメンバーでなんか5人ぐらいのチーム作って、どの5人が一番早く伝言が伝わるかで、全部ショールームで発言したのをファンの人が伝えに行かなきゃいけない。え、めっちゃ面白くないですか。どこでそのゲームやればいいのか分かんないけど面白そう。あ、レッスン着、あ、いいじゃんいいじゃん。そう、はっきりそうやってやっぱジャンル言ってくれると嬉しいですよね。言いやすい、上げやすい。探します、レッスン着。どんなのがいいんだろう。待って、これちょっと今タワーをね探してますからね。あ、ゆうくまさんくれてた、ありがとうございます。イエーイ。これはミニオンズさん、オリンピックのパンダ、ありがとうございます。かわいいレッスン着、かわいい系か。で、あとは、あ、読んだかな結構。これもなんか服着てる。
と待って、山おじさんももしかしてそう違うかな。あ、でも違う、帽子かぶってるわこのクマ。ちょっと違ったけど、いつもありがとう。あ、違くない、あれ、あ、そうってことは、せいちゃんのイメージカラー、私はずっと青なんだよね、昔から。青の可愛いレッスン着探してみよう。あ、山おじさんタワーだった、ありがとうございます。そうじゃないとか言ってごめん。普通のクマさんは違うかな、うん、いつまでたっても覚えられない。かわいいよテーマに。どんなだろう、やっぱレッスン着は普通に上が普通の丈でしたが短いショートパンツっていう、長い短いか逆にトップスが短くて下がロングのパンツとかの短い長いがいいですよね。そう、最近そのバランス感がやっぱ好きだから。でもみんなすごいレッスン着おしゃれなの最近、やっぱダンス曲っていうのもあって、なんかダンスというか、まあ、レッスン着からもう気合い入れていこうみたいな感じがする。みんな BIG T シャツもう着なくなっちゃった。なんか18歳ぐらいの時はいつも BIG T シャツ着て、見えるか見えないかみたいな短パン履いてレッスンしてましたね。懐かしい。紫系が流行ってるの？そうね、アディダス3本線。なんかレッスンにもやっぱ流行る、何？ローテーション、なんて言えばいいんだ？のがあるからさ。なんか前もこれ話したかな？昔、私が AKB 入った時ぐらいは、もうみんなね、なんかベロアみたいな生地のレディってブランドとか、ほんといろんな色のベロアでできた長袖長ズボンのジャージなんですけど、で後ろにもなんか金で大きくな冠とかの刺繍が入ってる、ちょっとなんかギャルっぽいジャージがすごい流行ってた。先輩たちみんなそれ着てた。おタワーですか、もしかして。あさっちさん、ありがとうございます。イエーイ。ちょっと私ももし見逃していたら教えてください。あ、キリさん、キリちゃんありがとう。イエーイ。でやっぱまあちょっと前、まあ今もだけどアディダス3本線のズボンみんな履いてる時、私も履いてるし今でももあって、今はだからそう韓国系のやっぱジャージがすごい流行ってるよね。いやそう、 AK ビンゴ表でした。イエイ、嬉しい本当に。いやー、あんなね、いい評価もらえるんだったらやっぱスタジオ行きたかったですけど、頑張ってリモートで参加しました。でも本当にもうファンの方にはとても申し訳ないというか、せっかくね3度目の正直みたいな感じで
しかも私全然ドボンあの時できてなかったのに、ランクイン頑張ってさせてくれたのに、結局私がそうやってなんかねタイミング悪くスタジオに行けないっていうことになってしまったので、本当に申し訳ないなって思ったんですけど、みんなもうリモートでも見れて嬉しいって言ってくれて超優しいなって思いました。ありがとうございます。やさでもあれ本当に出れてよかった。しかも私服ファッションショーの企画がやっぱりすごい好きだから、前回無茶振りドッジボールだっけ、無茶振りドッジも面白いけど、もう自分が何させられるか分かんないっていうドキドキ感があるんですけど、やっぱ私服ファッションショーはゆっくり考えて準備していけるので、気合い入れて ZOZO タウンで選びました。持ってだよ、初めての、やっとそっち側の域に行けた、嬉しい。ね、第3回もあるみたいですけど、でも村本さんいなくなっちゃうの寂しい。パラダイスさんももう卒業ってことですか、どうなんだろう。次は正直将棋あたりがやっぱ来るんじゃないかなと思いますけどね、定番の目玉企画って感じ。ドボンもね、そう1周年ライブが発表されて、いやーそりゃね出たいなと思いますけど、まあでも全然無理せずっていう感じです。なんか私思ったの、やっぱちょっと5月のやつは本当に自分が余裕なくてできなかったっていうのはあるんですけど、やっぱ自分が頑張って入るっていうのが、私もファンの方もみんなハッピーだと思うので、ハッピーなんか分かりやすく、私もなんかさ自分も頑張ったって言えるじゃん。なのであんまり別にこのイベント絶対出たいとかそんな大声では言わないけど、私がどこのランキングに入ってるかを見て、あなんか気合入ってんじゃみーよみたいな風に思ってもらえたら嬉しいですって感じ。これからそうしていこうかなってついさっきふと思った。でちなみに私はねさっき47位ぐらいにねなったんですよ。10時台に結構ドボンやってて、今何位だろう。え、てかね、そもそも、あ、もう4位になった。あれ？これさ、ドボンのランキングのページにさ、上は1周年特別ライブランキングで、下はライブ出演権争奪戦じゃないですか。なんでランキングが違うの？これ。このライブ出演権の方では私まさかの2位なんですよ今、ハルピョンに続き。嬉しい。今51位にちょっと下がっちゃった。メンバーの分じゃない？あーどっちが大事？上のやつか、そりゃ下はファンの方の分で、上はメンバー分も含めてってことかな。難しい。大体合ってんのか。まあ上が大事です。今じゃあ4位だ。でもハルピョン、チャケ、セナタン、もうこのドボン三重士みたいな3人に続いて4位よ。すごくない？嬉しい。頑張ります、私が頑張りますって感じですあ、タバー来てますよ、だってよ。
ジャックさんありがとうございます。イエーイ。自分を一押し設定にしてる人と対戦するとマッチングポイントがライブの方には入る。歩兵したのには入ってない。あ、なんか上はいろんな、まあ、ルールを加味しての順位ってことね。 OK。 あ、待って、もう一人いる、もしや。お、マー君ありがとうございます。そして私見逃しているものがあります、もしかしてだけど。こっちでちゃんと見よう。あ、しんときさんありがとう。すごい、あ、札幌たけちゃんみよんしさん、イエーイ、ありがとうございます。すごい、なんか復活祝いみたいな感じ。お祝いいっぱいありがとうございます。そう、メンバー深夜にドボンできなくなっちゃって、ボン深夜禁止をスタッフさんは大竹ルールと呼ぶんですって昨日聞いた。そうなの、大竹ルール。チャッケが深夜にいっぱいやるからってこと。やっぱね、そう、若いメンバーとかもいる中で翌日学校があったりさするメンバーもいる中で、やっぱ大人が有利になっちゃうじゃないですか、深夜 OK にすると。そういうことなんです。私もめっちゃ3時とか4時とかにやってたんな。できなくなっちゃって悲しい。もうたけルール、ちゃけおもろいわ。12時までです。だから正直ショールームとドボンがどっちも12時までだからなんか難しい。どっちもやりたいけどみたいな。でも普通にお話もしたいしみたいな。もしかしてこのてっちゃんはタワーですか、これもオリンピックダンベル。てっちゃんありがとうございます。イエーイ。バーベル、ドボン配信はちょっと、まあ、今日はあまり時間がないのでできなそうだけど、またそれの日とかも作ろうかな。やっぱ5、6月、7月全然ショールームできてなかったので。でもね、やっぱすごい、もうありがたいことに5月ずっと稽古舞台あって、6月まあいろいろあって7月ダンスのレッスン、まあジムリの稽古、もうほんとノンストップでいろんなことが続いてってるので、頭の中がパニック。でももう本当にとても元気です。なんかそういう話もあんまできずに終わっちゃってね、まあ今更話すことでもないかなとも思うんですけど、なんか本当は自分がそのコロナになってどうだったかとか YouTube で動画出そうかなとも思ったんですけど、やっぱなんかそれも違うのかなみたいな思って、結局話すタイミングのないまま来てしまったけど、でも本当にね、これだけは言っておきたいんですけど、本当にすごい元気でした。元気
最初の数日間は結構辛かったんですけど、熱もすごい高かったし、あと喉が本当に痛くなって、もう私よく喉痛いとか喉が調子悪いとかよく言ってたと思うけど、もう今までで一番もう焼けてるみたいなくらい痛くて、なんか寝れなかったり最初の方はしてたけど、ほんと5日ぐらい経ったらもう全然ほとんど問題なく過ごせてました。だから本当にみんなの SNS のコメントとか見れてすごい元気もらったし、いっぱい LINE で心配してくれたり、メンバーとかその共演者の方とかも、あとはもうなんかちょっとでもなんか考えると、そのなんていうんですか、テンション落ちちゃいそうな時に TikTok を見てすごい元気をもらってたの私は。だからね、 TikTok に急にハマったんですけど、1日5時間ぐらい TikTok 見てた。それはすごい元気になりました、心が。もう全然後遺症もなくです。なんかだから多分普通の何2週間でやっぱ大体復帰すると思うんですけど、それよりちょっと遅れちゃったから、まあそれはいろいろあったんですけど、それでなんか私が重症なんじゃないかって多分心配させちゃったところもあったと思うんですけども、そんなことは全くなく、なんかお仕事とのタイミングとかを事務所とかと相談してて、あの時になっただけだったので、全然私はすごい軽症で済んで、まあ大丈夫だったんですけど、でも本当に人によるらしいので本当に気をつけてください。そうなの、仰天、めっちゃ心配。なんか私は個人的にその肉体的なところより精神的なところの方がやっぱり辛かったのもあったので、仰天がなんか今一人で心細くないかなってのがすごい心配で、まあでもちょっと LINE もしてみたんですけど、ゆっくりいっぱい寝てほしいです。めっちゃ寝たから私も、いつも寝れない寝れないって言ってる分めちゃくちゃ寝たので、なんかやっぱ経験談として軽く話しておいた方がいいのかな、なんかどこまで話していいのか分かんないけど、でもね、そうめっちゃ聞かれる、味覚とか嗅覚とかすごい聞かれるけど、嗅覚がなくなりました1回。でも本当に運よく1週間ぐらいで治ったんですけど、本当に匂いがしなくなって、で匂いがなくなるとご飯食べるのもなんか鼻つまんで食べてるみたいな、鼻に抜ける感じがなくて、味がだからなんとなく甘い辛いしょっぱいとかは分かっても、なんかいや味しないんだよなみたいな感じだったな。なんかもう香水とかはね、ここで嗅いだら匂いするんですけど、普通の多分生活してて感じる匂いは全然しなかったです。こういうことなんだって思った、本当なんだなって。でももう本当に私今はもう全然バッチリ治りました。1週間ぐらいかな。そう今やっぱすごいまた流行り始めてるから、
だって私だって一度かかったとはいえやっぱ2回目かかってしまう人もいるとは思うし、すごい気をつけないとなって思います。まあそんな感じで、でもまあとにかくあの期間まあしんどいはしんどかったけどすごい元気だったよっていうのだけ伝えたかったので、よかった。とにかくみんなも気をつけてください。あ、タワーが来ている。マリナちゃん2回目ありがとうございます。嬉しい。かな？かなかな？あ、ジャックさん、ダンベル、違うバーベル2回目かな、もしや。ありがとうございます。こっちにももしかして。お、武井さんありがとう。このですかね。ありがとうございます。そうなの、もうすぐ日にちが変わるんですよね。せいちゃんタイム、スーパーせいちゃんタイム。じゃあなんか明るい話しよう。暑い、あんね、なんで暑いかっていうとね、ちょっとリモコンのリモコンのエアコン、違う、エアコンのリモコンどっか行っちゃって、今エアコンがついてなくて暑い。壊れてないクーラー、ちょっと窓開けてるんですけど、でも暑いよ。スタバ飲めた？なんでそう、すごいすごいタイミング。私今日スタバ飲んだんですよ。あまりにも暑すぎて帰り道にこれはもう飲むしかないと思って飲んでしまいました。ストロベリーフラペチーノ、嬉しい。なんか今さ、各都道府県のやつあるじゃないですか。で、あれで、あ、なんだっけ、埼玉なんだろう。でもね、そう、ご当地のしかないと思ってたら、そのご当地の方は売り切れになってて、でまさかのいちごがあって、え、この期間あの都道府県だけじゃなくてストロベリーもあるんだって思って嬉しくなって飲んじゃいました。多埼玉、あ、待って、読まれてない人いる？いやー、メガミルキ、あ、ゆうやさん、ゆうやくんごめん、ありがとうね。ちょうど私が見逃してました、ありがとうございます。あ、そしてゆうくまくんも2回目、ありがとうございます。多埼玉って読むのかな、あれ。どう考えてもだから読みたくなよね。だじゃないし。埼玉マンゴーなの？そうだっけ？そして1万人突破、嬉しい、ありがとうございます。いや絶対そうやん、絶対だやん。だって言いたいけど濁点取っとこうみたいな感じじゃないの？飲みたい、それも埼玉も。あ、ストロベリーカシス、なんかすごい、みんなストロベリーシトラスラペチーノだって。それもイチゴ、嬉しい。抹茶ラテめっちゃ推してる人いる。でもね、実は私抹茶あんま好きじゃないんですよ。意外となんか和菓子系が苦手で、全然美味しく食べれるんだけど
まあ、自分から好んではあんまり食べないかな。抹茶とかあんことかきな粉とかがあんまりなんですよね、実は。あ、メロンも自分で、スイカメロンも選ばない。あとスタバとかだったらチョコドリンクも絶対飲まない。苦手です。苦手多いな。ほうじ茶は大好き。すごい、すごいな。スタバ行ったらだいたいこれ飲むっていうのはもうキャラメルフラペチーノ、昔からか。なんかたまに多分その限定のやつが売り切れちゃった時に出てくるコーヒーフラペチーノみたいなやつもすごい好き。ほうじ茶フラペチーノも好き。あ、チョコミントも苦手です。そう、他の県のやつはやっぱその県に行かないと飲めないよね。残念。ホワイトフラペチーノってなんだろう。ホワイトモカかな。ん？ホワイトモカフラペチーノ。違う、そんなのないか。バニラフラペチーノみたいなのありますよね。あ、飲んだことないかも。アフォガードプラフラペチーノ。美味しそう。そんな感じですね。何、納豆フラペチーノって、え？茨城とか？マジ？そんなわけない、そんなわけないよね。すごい、みんな自分の県のフラペチーノを推してくれて可愛い。北海道はトウモロコシだよ。いや、茨城はメロン。納豆フラペチーノは怖すぎ。それは怖い。なんかさりげなくめっちゃミラーボール着てたから時差で踊っとこう。てんてて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 。あと今日もぎさんと、なんか今日のそのネモースはゆうなともぎ呼んで2人ずつに部屋が分かれてて、楽屋がなので、こっちの部屋は暇になった時間に TikTok なんかやろうぜみたいになって、なんか映り込み、なんだっけ、映り込みチャレンジみたいなやつが最近流行ってるっぽいんですよ。勝手にそのフィルターで四角みたいなのが動いてくれて、そこに自分の顔を入れるみたいなやつがすごい流行ってるらしく、それをやってみたので、それも楽しかったです。早く見せたい。あ、そう、楽屋の名前イニシャルだったのね。え、何でも知ってる、みんな。もうやだ、すごい。さあ、 ON 様って書いてあってさ、一瞬オンかと思うよね。もう7を、岡田7だった。私は MM、 MS& MM 様って楽屋の名前書いてあって、なんか、あー、私たちの部屋っ子だねって茂木さんに言ったら、えみたいな、え、 MS って私みたいな、 M&S かと思ったって言われて、いや、そんな楽屋の入り口に急に私の事務所名書かんやろってなりました。いや、そうなの、もうナーメールで全部筒抜け、すごいよ、何でも知ってるみんな。これナーメールの、ナーメールをイメージしたスクショです。筒抜け、あ、もぎさんもそれ話してた？
確かにさっき配信してましたよね。 MM イニシャル可愛くて嬉しい。岡田奈々、なんか ON っていうイニシャルでさ、しかもあだ名がおんちゃんだったらめっちゃ可愛いよな。岡田ニオンとかだったらおんちゃんだし ON じゃん。ヌオン、ネオン、ネオンちゃんっていそうじゃない？可愛い。ノーン、ニオン、岡田ネオンちゃん、阿佐ヶ谷姉妹。あ、そうなんだよね、普通やっぱ七岡田になっちゃうよね。じゃあ逆にしよう。だから O が名前になればいいの？ N は何でもいいじゃん、もうな、中島とかでいいや。中島オン、オンはでももうオしかないよな。オン、オンプちゃん、中島オンプちゃん。適当。オンってやっぱオンはだシオンとか、あとどういう名前があるんだろう。リオン、ミオン。野球しようぜ。あ、まあ確かオリンもオンと言ったらオンだよね。オリン、中島オリン、あ、レオン、マオンちゃんとかいたな。パオン、パオン、そんな感じ。適当、何の話これ。だからオンっていうイニシャルもいいなって思ったけど、 MM もいいよなって思った話でした。ってことで、そろそろもしかしてせいちゃんタイムなので、なんかいろいろ読もう。待って、増えてないかな、一応確認しときますね。あ、たけしさん、ありがとうございます。イエーイ。あとは読んだかな、読んでるはず。読み残しもしあったら教えてください。あ、スクショタイムしとこう。先にさっきのこれはもうみんな撮ってくれたと思うので、MM、 あれ、せいちゃん配信終わった？あ、日付変わるまでやらないのね。これは TikTok の What's up っていうとこです。いいんじゃない？よし、ではランキングを読んじゃおうかなと思います。はい、いきます。13位マーくん、12位ミニオンズさん、11位てっちゃん、10位つよぴーさん、9位山おじさん、8位札幌たけちゃんみよしさん、7位ゆうくまさん、6位渡辺さん、5位マリナちゃん、4位ジャックさん、3位武井さん、2位たけしさん、1位ハムハムさん、そして29位はおっととさんです。ありがとうございました。
っという間だったね、めちゃくちゃびっくりした。なんか大した話してないけど、またぜひやりますので、皆さんお元気で。あと3分だ。やっぱ最近なんかあまりファンの方の前に出るお仕事が少ないから、公演とかライブとかもちょっと最近はないし、稽古とか稽古場にずっといたり、レッスン場にずっといたりしてたので、久しぶりにお話できて楽しかったです。リモコン探します、熱い。じゃあねー、バイバーイ。みんなせいちゃん、あと3分、あと2分で21歳だよ。バイバーイ。